相模国愛好軍中津村は、松本成長執筆の短編小説。1963年1月、雑誌、婦人公論臨時増刊号に発表された。六章からなる。神奈川県相川町中津が舞台として出てくる。藤田組、眼殺事件をモチーフに書いたとされ、この事件で逮捕されたという熊坂町案の家が、相川町中津に実在する。後に、 大川周明がこの家を購入した。この家は現在古民家さん重邸として一般公開されている。1963年、雑誌、婦人公論臨時増刊号に発表された。1964年、文芸春秋社から、冬昆虫、サラソウ学説などと合わせて単行本化された。百七十四年、松本清張集三十八サラウ学説に、 収録された。私は、神田の子書店一堂で、六十を少し越したと思われる、老人と知り合い、大隈重信関係資料を自宅に見に来ないかと、誘われる。その中に、藤田伝三郎の藤田組、眼殺事件の謎を解く鍵があるかもしれないという。三ヶ月後、私は、老人の家がある、神奈川県愛好郡愛川町に出かけた。そこで、私は、 老人中村九右衛門から藤田組、眼殺事件の首謀者は大隈重信であると聞かされる。岩崎八太郎の三菱商会と密接な関係にあった大隈重信が西南戦争で多大な利益を上げた藤田組を追い落とすためにこの事件を起こしたというのだ。証拠は藤田組、眼殺事件で真犯人とされた。 熊坂長安が大熊重信から受け取った手紙であった。それが親戚であると判断した私は老人から資料一式を買い取ったのであった。それから1ヶ月ばかり経った後、ある日の新聞に老人が偽筆跡を各方面に売りつけていた角で逮捕されたという記事を読んだ。私はたちまち10万円を失ったが老人の話が面白かったので、 偽大熊文書を鎮造している。相模国愛好軍中津村の題材となったのが、1879年に起きた藤田組、偽札事件である。前年から全国各地で納付された税金の中から極めて、成功な二円紙幣の偽札が発見され、1878年11月には、大倉省から内務省に捜査依頼が出され、捜査が始まっていた。 全国各地から納税された税金から、成功な偽札が相次いで発見されたという重大な事態を前に、警察は1979年1月から捜査主任を任命し、全国各地に捜査員を発見した。偽札事件の死亡者として疑われたのが、藤田組の藤田伝三郎であった。藤田は、当時の正界に深く取り入り、巨額の賄賂を送って、 公共事業を大量に受注し、距離を貪さぼっているとの風説が広がっていた。そのような中で、偽札事件は、藤田組が井上ると結託して起こしたものであるとの証言が、警察にもたらされた。証言によれば、井上と藤田は共謀して偽札作りを計画し、井上が百七十六年、ドイツとフランスで偽札を密かに製造し、公用の物品として、 日本に輸送したという。1879年9月15日、藤田伝三郎は逮捕された。逮捕後、藤田組関連の施設は一斉に家宅捜索が行われた。家宅捜索の欧州資料からも藤田組と正解との癒着は立証されていったが、肝心の偽殺事件の証拠は一切見つからず、事件に関わる有力証言も得られなかった。その上、 藤田伝三郎自体が偽札事件への関与を否定し続けた。結局、同年末には権利不十分で藤田伝三郎は釈放となった。1882年9月20日、神奈川県愛好群中津村の熊坂長案が偽札作成と使用の罪で逮捕された。熊坂は容疑を否定し続け、裁判も大審院まで争われたものの、結局、熊坂は 無期懲役となった。実際熊坂が偽札を作っていたことは事実と考えられているが、判決文には熊坂の偽札作りと藤田組、偽札作りの関連性は全く触れられていない。しかし当時の報道からも藤田組、偽札事件と熊坂との関連性を指摘した報道が相次いでいた。ただし、熊坂の偽札製造技術は稚拙であり、 成功な偽造であったことが特徴である藤田組、偽殺事件の真犯人としては考えにくいとされている。松本清張は、前週の後書きで以前から、この藤田組、岩殺事件に興味を持っていたと述べ、熊坂長安を事件の犠牲者だとも述べている。松本清張はまた、後に、大川衆明について執筆した際、中津村を訪れたと書いているが、その時まで、 大川周明が、熊坂長安の家に住んでいたことを知らず、奇妙な巡り合わせだと述べている。ありがとうございます。